このチャンネルでね、はい、やっぱあの平野翔くんの凄さっていうのを紹介してきたんですけども、そうですね、また見つけちゃって、また見ます、平野翔くん最強伝説、最強伝説、隠してるからあんまり言ったら営業妨害になるかもしれんけど、あふれ出てるよ。でもなるほど、そのパワーというか、パワーが凄さが、そう、前も腕相撲めちゃくちゃ強くやってましたね、体が、そう、それのすごいことを前見ちゃって、まだありますか。そう、料理作るコーナーで、スプーンでね、ボウルでバターを混ぜる時に、これどっちかまだ分かんないんですけど、まあちょっと今日のみたいに判断してもらいたいんで、なるほど、バターを混ぜる時にね、なんとね、スプーンがね、ぐにゃっと回らせたんですよ。バターもボディービルダーでしたの、腕閉じへん、筋肉すごすぎて、ポージングしてるやん、裸でやってるちゃんと料理のもの見てて、ぐーにゃーって逆にスプーンが曲がったんですよ。すごいな。これは怪力ですごいのか、逆にハンドパワーがあるか目覚めたのか、どっちなんこれは。マリックさん的な、マリックさん的に目覚めたのか、筋肉かな。これ筋肉やこれ。もう強すぎるんでしょ。そうなんだ。鍛えてるんですね。鍛えてるのか、生まれつき、うん、なんかサイヤ人とかなんかそういうなんか身を食べたのか。食べたのか、パワーの実を食べたのか、多分ドアノブとかぐしゃーってやってんだろうね、開けるとき。心優しきモンスター、心優しきモンスターのような、それまたかっこいいからね、ね、男っぽい感じとかね、男っぽい感じもやっぱり女性からしたら頼りたいみたいなね、頼りたい、頼りがーいみたいな、頼りがーい言うてる、頼りがーいなんか頼りがーいだもん。これバター3回回したも典型的だから、手が回るか。だから僕らジジイすぎるでしょ、前から。にしてはちょっと早くない、手すりみたいな。もうダメだ。ダメだ、もう普通に行けることすらできない。どんどん平野さんを追いかけていきましょう、はい、これね。行きましょう、これからも。はい、はい、さあこの番組が面白かったよと思ってくれた方は、グッドボタン、そして、はい、チャンネル登録、ぜひよろしく。